今日は、はい、あやと美咲とゆうき3人で、ラジオに向かってます。イエーイ。美咲は今ショールームに行ってます。ショールーム中今日はゆうきりんの一日を動画に収めたいと思います。レアレアです。夜までネコちゃんみたい。侍ですね。だからこうやってお前もこうやれって指導じゃないんですよ、ね。しかしその辺が素晴らしいです。たくん小指一寸じゃん。大きな声で呼んでも、うん、知らんぷりする。食べるパンってなんだ。食べるパン？大きな声？はい。大きな声で呼んでも知らんぷりする。食べるパンってなんだ。なんだろう。知らんぷりする。食パンで知らんぷりをする。はい。食べるパン。そうです。食べるパンでしょ。シナモンロールで、そういう感じ。何？菓子パン。蒸しパン。イエーイ。さあ時刻は6時37分となりました。この時間は皆様お待ちかねのめんこいガールズの妄想告白タイムの時間です。様々なシチュエーションでリスナーさんからいただいた言葉を織り交ぜ告白をする疑似恋愛タイムです。さて今回のテーマは自宅に突撃して告白ということでね。お家にこうピンポーンとか行くのかな。3ヶ月間会えてなかったけどあなたへの思いは変わらなかったって。好きです。付き合ってください。わーお仕事お疲れ様。ご飯にする？それともお風呂？やだ、もうそんなに驚かないで。お母さんが合鍵渡してくれたの。ねえねえ、私たち結婚しよ。だって私はあなたのことが大好きだから。おおすごい爆笑。もう本当爆笑すんのやめて。隣で今急すぎてもう死にそう。はい、ということでね、最後のラストナンバーはめんこいガールズから笑顔作です。お送りしたのは私めんこいガールズのゆうきとみさきとあやかでした。ありがとうございまし た, ました。それではまた来週。バイバイ。お疲れ様でした。じゃあ予習字かける。ありがとうございました。はい、車に乗ります。はい、はい、いいよ、開ける、開いて。あ、終わりました。ラジオナナミ、今日もいつもの場所でご飯を食べて帰ろうと思います。はい、帰ります。ドリンクセットで香りする。香りがね、めっちゃ美味しそう。味方よ。ベシアーガーでリスマスペスカトーレになります。はい、みさきちゃんすいません。すいません、すいません、みさきちゃんね、大きいよね。はい、失礼します。結構入れるね。うん、うん、タバスコは辛くないって感じるんですよ。美味しい。やばい、美味しい。ではいただきます。美味しい、うん、これをためにここに来てるからね。2週間ペスカトーレね、絶対食べてる。ただいま。よいしょ。はい、ただいま。じゃあ寝てたんですか。いい、寝てたん。
眠そう。勇気一日密着動画だからこれ。おお。ただいま。今からお風呂に入ります。こっからがね、時間との勝負なんで。乳液美容乳液、保湿クリーム、部分用美容液です。トリートメントオイルはめっちゃ愛用してます、これ。マジで時間との勝負なんですよね、この時が。OK。皆さんこんばんは。ではありがとうございました。以上、群馬県のお習字アイドル面会ガールズのゆうきりんでした。明日のライブお待ちしてます。来てくださいね。ではまた明日、バイバーイ。